とじゃあツイキャス先に始めますね。はーい、こっちでコメント見る。連動するの、どんな、そう、これさ、どんなして探すの、このツイキャスのアプリを取らないといけないんだ。そう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 、取ったらいける。ツイキャスって言えばいい、ツイキャス、そう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 、で検索したらインストール、どこ、うん、これした、うん、そうそう、なんかアカウント作らんといけんかな。あ、多分、あ、でも見れるんだったら大丈夫です、見れた気がします。よかった。ツッ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 ツそう、ずずずずずずず、なんか分からんけど、つい、なんか言いたくなっちゃった。いける、うん、言いたくなっちゃった。同意して開始、多分同意して開始だと思う、はい、これ、今日通知の許可、どっちでもいい、どちでも大丈夫だと思う、はい、しときます。これはツイキャス通知の許可、あ、許可しないでいいかも、わざわざ、確かに行けますね、うん、見るだけだったら多分ね、FM、FM技能、ちょっと待って、これじゃなくてこれか、こんな感じ、あ、始まってる、始まってる、あ、そうか、始まってる、ね、あ、そうそうそう、あの、うん、お受けした方がいい、いっぱいボリュームだったよ。そうそうそう。ちょっとじゃあ一回ヘッドホンつけます？あ、そうでした、忘れてました。これついてる。今音楽かけてるんですけど、聞こえますか？聞こえますよ。あ、すごい。そうだった、ヒロムの番組だった。今度聞いてから。私もなんか一瞬、あ、そうだ、これ外したの。どっちが司会するの。だからよ。はい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 って言ったね。さあ、始まりました。で、ホテルで何でもちょっとあれ。いいですね。でもそれも面白いですね。うん。面白いました。面白い。そうだった。こうでこうでこうか、よいしょ、じゃあいいですか、はい、始めますね、はい、時刻は10時半を回りました。ハジチの戸締まりのお時間です。で MC は私ハジチと、そして、まなみさん、はい、はい、よろしくお願いします。で今日はあのゲストをちょっとお呼びしています。前回私があの呼んでくださいというふうにお声をかけいただいた、そうですね、またラジオパーソナリティと番組を持っているトニーさんです。ちょっと、はい、はい、お邪魔します。イエーイ、超緊張する。ありがとう、お邪魔します。面白い、やばいやばいやばい、早っ。もう多分やばいかも、本当、あ、やっぱりスイッチまた入っちゃった。さっきかも、そう、さっきもちょっと普通に興奮してたんだけど、やばい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 、マジやばい、本当に本当になってる、エンジンがブルン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 ブル
定期的に来ます。お湯になってる。いいですね。あ、ごめんなさい、紹介を。はい、はい、あ、紹介します。自己紹介します。ね、はい、金曜日の夜25時ですね。なんだっけ、金曜日の夜更かしをコンセプトにっていうことで、トニーの月が見える、トニーの月が見える箱庭っていうラジオ番組を担当しているトニーです。お願いします。イエーイ、改めて。ああ、なんか楽しくなるわ。はい、そうだそうだ。で、その後何だったっけ、なんか MC、はい、いろいろ呼ぶんだよ。はい、すいません。ちょっとね、行きます。行きます、行きます。で、そしてメールアドレスなんですけど、797@fmginowan.com。で、また、fmginowan では、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声の方をネット配信してます。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。で、またツイッターも連動してます。なのでそのたくさんツイートしていただいたら、はい、ありがたいです、はい。で、あとはリスンラジオとかマイチューナー、ラジオで聞いてください。で、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、ぜひ見てください。はい、はい、はい。まあ、今日は収録放送なんですけれども、はい、トニーさんをゲストに迎えて、はい、うん、やば人の番組ってこんな緊張するんですねそうなんだね。あ、面白い。そっかそっか、ね、何度もね、もうね、慣れてるから。何月からでしたっけ、スタートって。6月、はい、6月の7日に初回をスタートして、無事ちょい2ヶ月ぐらいです。もうなります。あっという間ですね。めっちゃ早いですね。そうそうそう、っていう感じで。そうなんですね。2ヶ月経ちます。いや、どうですか、今となっては。自分の番組の方は、あ、でもちょいちょいもう自分の方はゲストをお招きして喋っていってっていう形にはなるんですけど、うんうん、そうそうそう、まさかね、ハジツさんがね確かにゲストとして出演して帰りになんかラジオ仲間になって帰ってったみたいな。本当だね、まさか自分もこういう風になるとは思わなかった。あ、ね、あ、もうよかった、2人をね、お終わったから、なんかもうねえ、デージ面白いと思いながら、ちょっと。よかった、はい、もう。そうだったよ。ミツさんからも。ああ、ミツさん。ね、ハチさん、ミキサーのモナミンさん、そしてゲストのトニーさん、リスナーの皆さん、おはようワッショイ。あ、収録してるの。そうですね。ワッショイシリーズ、ひえ。いや、大丈夫。ワッショイシリーズ。収録&生配信、お疲れ様です。皆さんは宝くじ買いましたか？昨日は一粒万倍日、転写日です。転写日、大安吉日で、宝くじを買うにはとてもいい日で、かなりの行列ができてました。うわ、本当ですか、やっべえ、昨日ヤンバルカ買いました。名古屋のほら、道の駅って有名じゃなかったですか？ね、あ、確かに。あ、まちゃん、そう、教団のね。教団のね。はい、もう普通に通り越したよ。刺身買っていこうと思って、もう刺身しか食べないから。ただちょっと過ぎたところの方にあるんですよ、ちょっと。昔から、地名なんだろう。刺身屋さんがあるから。そこに行って買って、高速乗って帰るって。一旦また戻るんだけど。中央取るというのが、そう。それがそう、スタイル相手のかもそう、なるほどね、流れになってるから全然気づかなくって、うんうん、ああ、刺身が食べれるよみたいな。買っとけばよかった。はあ、高野さんからもこんにちはって言ってます。すごい、ね、こんにちは。この間ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、会った時、私が初めての時に会った方ですよね、はい、あ、そうそうそう、ね、いらっしゃって、ご ちょうど。そうそうそう。私も、話してそうそう。収録放送だったんで、その時、会って、みたいな。そうそうそう。ね、沖縄に来てまだね、なんか、短い。はい、1ヶ月 ?1 ヶ月、うん、すごい、それで、ラジオ番組。そうそう、ね、やる。ラジオは、あれでやってたんですよ。遠隔で。ああ、東京でリモートで、遠隔でできるんですよ。今よかった、今いいこと聞いた。そう、それを今、はい、そう、まなみさん聞きたかった。へえ。そう、内地の生徒さんが今、はい、その生徒の方にこう出てるってみんな言うじゃないですか。ああ。出たいって言ってる子がいて、じゃあね、できる、県外からできるのかな、ちょっと聞いてみようね、みたいな。で、出る出ないにしても。
そうそうそう。確かに。うん、おい、出れる。マジ最高だ、ね。あ、でも私の初回、私の初回ゲストも、LINE 電話で繋いでやりましたよ。そう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 。あ、そうなんだ。え、そこに置くの？ここに置いてから。そうそう、置いて、そう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 。でき、ズームでも。できるし、っていう。音声なんで、結局は。じゃあもうこれもまた、どんなでもできますよ。だから、全然。最高じゃないか、よっしゃ。今週今日この2人を私は見てると、うん、あの、さあ、どっちかな？どっちかな？でででででで。よくわからないけど。皆様、敗退から始まってきますよ。でも私のさ、番組の方はどっちかっていうと、もう金曜日の夜更かしをコンセプトにしてるから、うんうん、そう、もうお酒入って大丈夫な勢いで。ああ、そっかそっか。でもなんか、はじちさんの番組の方がもうお酒入っても大丈夫な気がする。もう、ていうか、はい、朝飲み、そうそうそう。朝からやってみたくない？あ、やりたい。DJ なんかいいよね、はい。飲みながらこう。今度朝飲み。朝飲みしながら。朝飲みしながら。いいでも、あ、ノンアルでもいいんですもんね。なんか番組ありましたよね。FM さんの、何さんでしたっけ、ね、持ってる番組。センベロカリンもあるし、ノンアル紹介してる。そう、ノンアル紹介してますっておっしゃってたので。そう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 、そう、あ、面白いと思って、飲みながらいいじゃん。いや好きそう。あの、次やりますんで、東京ののりさんが来てから。あ、ちょうどね、はい、フェス、はい、ノンアルで、はい、持っていきます。ノンアルで乾杯で。お邪魔してます。はい。で、はい、どうぞ。そして、あ、誰だろう。あ、ま、だ大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい。じゃあ、紹介します。はい。ね、うん、そう、トニーさん、あれでしたよね。ISD も。あ、そう、ISD やってます。紹介してみてください。これちょっとさっきいただいたんですけど、私の分析分析、そう。してるのがあって。なんかそれちょっと紹介してください。ぜひぜひ。そう、私が、その、なんだっけ、ラジオパーソナリティとして動く前に、そう、出た時が、そう、ISD を広めたくて、ラジオしてますみたいな感じだったんですけど、そうそうそう、ISD 個性心理学っていうのは、誕生日からその人の個性とかを導いて、で、もともと人って、その、生まれ持った能力っていうのが若干違ってくるので、うん、そう、それを導き出して、で、人とこの、こんなに違うんだよっていうのを知ってもらった上で、子育てとかビジネス、で、人との関わり方っていうのを、この声かけが変わってくるっていうのを伝えていくっていうことをしてる、はい、内容になります。で、そう、この前、はじちさんのセッションを受けさせてもらったっていうのと、そう、あの、せっかくね、番組に出させてもらえるからと思って、今日の朝急いで、そうシート出して、ほやほやです。ほやほやです。生まれたてほやほやです。そうそうそうなんですけど、まああのちゃんとしたねセッションはあの私の方に DM をくれればもちろんできるんですけど、そうそうそうっていう感じで、はじちさんのやつ、そうあのいつもはあのちゃんとやるんですけど、今公開を収録してるので、うん、簡単に言うと、あの、か、きっちりかっちり完璧にやりたい人。そうなんですね。そうそうそう。ちょっとそんなとこがあったりとか。そうそう、うん。もうそれいらない。きっちりかっちりやりたい。ちょっとだいぶ緩くはなってきてるけど、もう、なんか本質的には、なんかそう、ある。ある、そういうところ、うん、本当に。でもなんかやるんだったら、ね、うん、せっかくやるんだったら、なんかもう、バッてやりたいみたいな、華やかに行きたいみたいな感じないですか？わからない。なんか形も決めてやりたいみたいな、うん。なんか中途半端にやりたくないみたいな。私はラジオ始めるときそうだったから、うん、もう音楽とかも、そのサムネとかも自分で決めてやりたいみたいな感じだった。そうそうそう。それがないんだよ。そう。でもなんか、やるんだったら完璧にやりたいみたいな。うんうん、で、やっぱこれ、そうそう、自他ともに厳しい。やっぱり、うん、そう、でもなんか白黒はっきりあの決めてほしい、曖昧なそうことはあまり好きじゃないみたいな、そうそうそうっていうのがあるんだね、シートであります、ね、で、なんだっけ、さっき合ってるかもみたいなこと言われたんですけど、行動力めちゃくちゃあって責任感もあって、そうあって、そうで涙もろい、そう涙もろいんです、
そうそうそう。だから人よりちょっと感、なんていうのか、感性がすごい感じたか。わかる。そう。っていうのがわかるよっていう。だからこう見て行動力とかね、そう。あったりとかしたから、責任が、おーって見て。そう。行動力、本当にあるってことはなんか、わからないの。もう、そういうのやったりとかする。どうなるかわからないけど。そう。とりあえずそう。っていうのが、そうなんだ、そのままやんと思って。そう。で、基本的にその自分の直感で動いていく人だから、うん、そうそうそう。自分が今って思ったら動き出す。うん。そう。だからもうね、あの、なんかラジオをその帰りにやるって言った時に、あ、すごいみたいな、ちゃんと、うん、個性輝いてんなみたいな。本当ありがとうございます。そう、はい、ハチスペースの方も夜フェスを急にやりたくなっちゃって、本当だったら、そう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 、ね、本当だったらほらみんなあの準備とかこう事前に、ね、1ヶ月事前にとかあるけど告知してみたいなのがあるけど、そう、それはない。ないそう、今週も金曜日もう今日昨日の夜中、うん、夜も前にまた会いました。時間がやべえと思いながら、すごい、うん、そうそうそう、とりあえずやりたいから、あれやりたいと思ったら本当にもうとりあえずバーってやる、そう、いきなりなんかそう、あれもなんか30分セッションでもやりたくなって、あのズームでだけ、対面は来ていただくってわけじゃない、ズームでだけ、だから 県内の人もズームでっていうのをちょっと急にやりたくなっちゃって、だから昨日発信した。だから何かやりたいと思って、そう、それで発信した感じ。そう、30分5000円でやってますので、もしよかったら体感されてみたい方、どうぞ、はい、ぜひぜひお連絡ください。思いついたことをパッてできるそのタイプ、そう、それしかできない。分からないけど、どんなのか分からんけど、つけていくみたいな感じですか。とりあえずとりあえず、そう、とりあえず動いてみて、そう、後からなんか、あ、これとこれがつながってきた、あら、こういうことだったのね、っていう感じ、そうなだけで、うん、なんかよくわかんない。そう。だから行動することで結果を起こせる人だから、一応慎重なタイプではあるんだけど、もうやってみたらすっごい、なんか後からすごいのがついてきたみたいな。そう、っていう、そう、生き方が向いてる、はい、方です。そっか。っていう、そうそうそう。じゃあここでちょっと一旦一曲。もうなん？はい。もう全部半分です。あ、本当だ。早いね。早い早い。すごいすごい。じゃあさ、今日はね、そうリクエスト。リクエストしました。そう、トニーちゃんの方でリクエストお願いします。はい、なんだっけ、これは松任谷由実さんの方でいいのかな？松任谷由実さんの優しさに包まれたならです。どうぞ。早いね。OK です。でも曲終わったら、あともう9分とかそれくらいじゃないですかね。そうですよね。いやいや。で、あれでしたっけ、なんか5分前。とか、そう、そんな感じでね、あったら、告知とか。まあ、トニーちゃんの方が先にやるか。せっかく、あの、来ていただいてるから。どうする、あ、うん、ね、それで。その方がいい。金曜日は昨日のあったのをちょっとやってくれて、うん、ちょっと言う。そうですね。ネタは8時でした。この夜のやつ今度行ってみたいですね。どんな感じなのかなと思って。ね、なんか面白そうだよね。で、自分で面白そうと思って。うん、生徒さんがやるんだけどさ、興味はやらないけど。ああ。でもやらないんだけど。そう、管理。管理にティ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 で、そうだから西原の方で、はい、なんだったっけ、うちはどこ、沢富士、違う、あれか、棚原の100番ツリーズカフェさんという、はい、なんか4階建てかな、建物があって、リーダーの近くなんですけど、はい、子供食堂、カフェがあって子供食堂もあって、でそしてそのレンタルスペース屋さん、3階がレンタルスペース屋さん、4階がそのね、カフェで、レンタルスペースに隣の方にコスメ、韓国コスメ、そんなのあるんですね、うん、っていうところがあって、ちょっと夜のね11時12時近くまでやってるから、
前生徒さんいいですよそこですとかさ、うん、聞いてたからあそこ行ってみようとかだったら、うん、駐車場も離れてるって言っても、ね、その下の橋桁になってるところと道挟んでお向かいの方のところとほんとちょっとしかないんだけど、あの行くと信号側の方に行ったら、うん、15台ぐらい止められるような感じのところもあったりする。合計何台なんだろうね、うん、めっちゃじゃあ20台は止められる、すごい、そうっていうところがあるから、あともう少しで、まあ、曲終わりますね。じゃ曲終わったら合図するので、はい、あなんだきっと、やばい、終わる終わる。じゃあ行きますね。はい、後先した曲はマスターエレさんの七つ木あっさに包まれたなでした。よかった、今やばいそれがわからなかったと思って。あれあれですよね、私もよくやります。びっくりしちゃった、面白い。で、もう後半になるっていうところなんだけど、もう早いんだけど、トニーちゃん、トニーちゃんなんかあのあれ、なんだっけ、イベントとかなんかいろいろある。あ、はい、あります、あります。お願いします。はい、トニーちゃんの告知。告知。8月の4日日曜日に、宜野湾市の伊佐公民館の方で、ニジチュラマルシェ、今回なんかプチプチって言ってたんですけど、そう、あの、やります。で、なんだった、ニジチュラマルシェは、歩くパワースポットのルビンソワさんが主催してるイベントで、なんか伊佐公民館にその竜宮神、そう、竜が祀られてる場所があるらしくて、竜が好きなルビンソワさんが毎月、そう、月に2回やってるイベントなんですけど、今月もまた出させていただくので、ISD 個性心理学で出展します。なのでもしよろしければ子育て中で悩んでる方や自分のビジネスで何か活かしたいという方、ぜひお越しください。お待ちしてます。はい、ということでした。すごいすごい拍手が起きた。嬉しい。でも最近本当になんかイベント増えてきましたよね。そう、イベント増えてます。なんかもう沖縄デイジ多い多い、内地のセラピストから何人かも、なんでこんなに多いのって言われる。そう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 。そう、確かに本当に多いと私は思う。いろんな方がね、主催してて、そうそうそう。やってるとかしてるから、そうそうそう、あ、いろんな方がこの自分のもんね、周り提供したいっていうのがあったら、やればいいしね。確かに確かに。うん、本当考えたら行動力すごくない、沖縄の人って。女性だよね。そう、女性。やっぱり。とか多い。うん。確かに。うん。うん。そうだそうだ。そう。だからそうっていうところで、はい、そうだね。そう、うん、私もいつかそうやりたいと思ってるから、そろそろ動くためと、ね、そろそろ動こうと思ってます。いいんじゃないか、楽しみ、ね、ぜひ出てくださいね。もう年リリース枠で、ぜひぜひ。ありがとうございます。そっか、じゃあ、はい、私の話もちょっとしてみよう。はい、ね、急に私のまあ話なんですけど、はい、週末、先週末、この週末か。そう、その前なんか瞑想っていうのがちょっと気になっちゃって、うん、この仕事してるけど瞑想って何みたいな、うん、できないっていう話やってて、できなくていいんですよ。その人のしっくり、確かにね、しっくりくるやり方があるから、別にこれが絶対に必ず必要だとかそんなの全くなくて、そう、だから自分のしっくりくるものをやればいいわけですよ。で、そしたらなんかその瞑想が気になっちゃって、うん、でちょうど名護のイベント出た時に、うん、そこの出展者さんの方に、あの、そう、あの瞑想法をやってる方とか、タイのマッサージかな、それもやってる方とかいらっしゃってて、そう、うん、その方の方とつながって、うん、宿泊しながらということで、あの、宿泊込み、うん、こう込みで、そう行ってきたんですよ。すごいすごい。なんか良かったよ。古民家の方を、うん、あの自分たちで改築して、うん、そう、ゼクーさん、沖縄っていうところなんだけど、泣き人になるんだよね。泣き人の方に瞑想の体験、そして、そう、ストレッチしながらやったりとか、うん、はい、受け放題みたいなこと言ってた。受け放題、うん、そう、いろんな方が来られるって言ってたんだけど、はい、これ見てもいいですか。いいですよ。
そうで、なんか瞑想の歩く瞑想だったりとか、うん、あとそう、浮きながらこの瞑想したりとか、だから海に行ったりとか、うん、であとやんばるやんばるなんだけど、うん、ラキージンとか元部と大きくしかわからないから、そこに住んでる人したら細かいのしかわからないじゃん。だから海の方だったりとか川だったりとか、湧き水とかも好きで、水がとても大好きなんですよ。だからそういうところ教えてほしいって言ってから、考えられん、マジかって言って、好きなんだけど、でそれをどこでもいいですよってついていきます、お疲れ、失礼しますってことで、それもついてあって、あと呼吸の仕方っていうのを教えてもらった。その呼吸とはと思って、呼吸ものすごく興味があって、うーん、なんか大事って言います、やっぱりそうですよね、うん、それも全然わからなくて、うん、それなんかこう、もう感覚でしか聞けないから、うん、っていうことをやってたら、自分と対話をする感じ、呼吸の方も呼吸の仕方がちゃんとあって、うん、そこの方に自分がどう感じてるかっていうところの方を意識をつける、そうしたら瞑想になるんですよ、うん、そう、どんな感じの呼吸してるか、もうこれは自分がやってるんでしょじゃんみたいな、自分の内側を見つめるのと一緒で、対話をするっていうところの方と一緒だから、あ、もう素敵と思って、うん、でこっちはご夫婦の方でされて、もう素敵なんかね、もうご夫婦でも本当でも良かったよ、マジでみんなおすすめしたい、すごい、あ、でもなんか見た感じめっちゃ良さそうでしょ、滝打つってんのめっちゃ最高じゃないですか。うんうん、でも水嫌って言ってなかった今。なんか自分の中にそのお水を飲むのはなかなかきついけど。うん、そうそうそう。でも見てください。もう水やばい。だからさ。ペットボトルの水を持って。あ、やっぱりまなみさんも思っちゃう？そう。今言われて。言われて。そう、言われて。水の話してたな。そうそうそう。そうそうそう、多分だから、あの、私が水嫌いっていうのを多分その、都市リーディングでキャッチされたのかなと思って。とんでもねえよ。そこ見てなかったじゃん。水一言も出なかったよ。そうそうそう。結局いろいろとね、中にあるのをクリアにしていけば、本質通りに戻っていくから、自分の自身の方が。だからそこの方が一番また始め、まあ見てないかわかんないけど、まだ。そう、そこだったんじゃん。でもだからどんどん自分に戻っていくだけだから、不要なものが浄化されて、になるから。うん、楽しくなると思うよ。一人で言ってるし。バカじゃない。どういうことだよ。バカじゃない。一人で自分で言ってるって。残りわずかになりました。あ、そうなんだ。そう。あ、じゃあ、20秒。19秒。ラキージンソンのゼク沖縄さん、もしよかったら行ってみてください。はい。今、ツイキャスの方にインスタ載せてますので、はい。ぜひ、皆さん、フォローしてください。すごいでしょ。そう、早いな。半年後ぐらいに恥さんもやってるかもしれない。あ、そっかそっか。いや、わからん。明日からやってるかも。やりそう。本当かお前。もうやるかどうかわからないけど。すごく良かった。マッサージもすごく気持ちよかったよ、マジで。ここまで伸びるっていうところをも伸ばしてくれて。へぇー。もう途中、カッって入るわけ。いびきが。おこと起きてから。でまた音もまたいびきがすごいカッて自分で分かるわけ、そう、自分で分かるわけ、今入ったみたいな、あ、目がうつろうみたいな、みたいな感じ、そう、うん、瞑想よかっていうのって、その本人がやってる方が瞑想状態になって、それでこうマッサージヨガをこう、あ、誰、お客さん、クライアントさんにそうやるだって、だから対する感じだった。最初何か降りてくるんだよね。なんか唱えるんだってさ。うん、あと一回。そう、唱えるんだって。で、そしたらそのエネルギーの方もなんか変わってきたんだよ。あ、で、そしたらそう、それで、そのゼクさんにちょっとお伝えするの忘れたんだけど。そうそう。変わって、そう、なんかエネルギー面白かったよ、とっても。すごい。神様も降りてきてた。すごい。今度抜け出てもらおう、ハジさんに。行きましょう、行きましょう。ぜひ。はい。あ、終わりか。あ、早いな。今日はトニーさんを迎えての収録でした。はい。さあ、楽しかった。めっちゃ楽しかった。本当だよ。ありがとうね。いえいえ、あとね、紹介していただいたからさ、ゲスト呼んでくれていただいたから、まさかひろもこうもそうなんですね。うん、もう楽しいです。またよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。OK です。ありがとうございます。はい、めっちゃっていう話。皆さんから質問が来てたんですけど、ね、もしあれだったら今度ちょっとトニーさんとハジさんに心が締め付けられて憂鬱な時はどう対処してますかっていう。
誰から？武蔵さんから。武蔵さんが心が締め付けられ、締め付けられて憂鬱な時はどう対処しますか？うん、はい、どう対処しますか？うん、どうしようか。そのままリラックスしてもらって委ねる、うん、寝て委ねるっていうのがちょっと見えるんだけど、寝て委ねる、あ、そのままリラックスしていきましょうっていう感じ。他には何があるか。あ、すごいリーディングしてる、うん、リーディングしてるよ。おお、でも私はそこになんかこだわりとか価値観とか、ね、うん、あったりとかするけれども、別にそここだわらなくって、そのまま委ねてみてって、うん、リラックス。他に何かあるかな。他には自分の好きなところ、うん、景色だったりとか、うん、いて居心地がいいところとか、うん、そういうところに意識を向けてみてみましょうって。うん、そうそう。へえ。本当だったらね、セッションおすすめしますよ。確かにね。そこブロック、はい。そこ私超が得意だから。ね、いいかもしれない。ズームでも。ね、できる。あ、そう、ズームでそうできるから。確かにね。県外の人も全然。大きいですよね。ね、海外も全然 OK ですよ。うん。エネルギーはどこでもなので。確かに。わかるんですか、画面通して。あ、わかるわかる。だし、うん、写真見てもそうだし、見なくても超わかる。だいたい名前とか言ってもらって。なあ。そう感じかと思って。そっか、結局魂を見てるからってことですよね。そう、エネルギーを。肉体を見てるわけじゃなくて、魂を見てるから。そういうのは関係ない。そう、多分周波数合わせてるんだと思います。そうそうそう。そこに合わせて見ていけば、フォーカスしていけば、それがちゃんと見えてくるから、うん、あ、ここが、そうか、ここが原因なのかなと思って、そう見ていく感じ。だから、お子さんのね、依頼とかもお客さんが多かったりするけど、やっぱ不登校いろいろあるじゃん。うん、だけど結局自分の内側から出てるものが、目の前で起きてることだから、子供も。確かに、だから、すいません、お母さん見るんですっていうことも言いながら、うん、でもお子さんもちょっと見てみましょうねって、ちょっとやっぱりちょっと変なのがついたりすると、そこは浄化してあげたりとかはする。うん、だからこれも遠隔でやったりとか、もうすると、超浄化も遠隔 OK で。うん、ああ、そうかそうか、土の浄化ね。うん、土の浄化すごいよね。ダイエットもしてますよ。うん、どうだろう、なんて言ってる、ね、ありがとうございます。はい、やっぱり。すごい。ありがとうございます。